三熊市4月25日から2012年2月3日は日本の政治家。佐世保市長を16年間にわたって務めた。佐世保市出身。県立佐世保中学校、第五高等学校文科校類を経て、東京大学経済学部を卒業。長崎県職員、佐世保市職員、佐世保重工業社員を経て、1970年3月に長崎県水道庁に就任、1972年3月に副知事に天智1期を務めた。1979年4月、引退する辻十三市長の後継として、佐世保市長選に出馬し、当選4期16年を務める。在任中に、テクノポリス指定や、西九州自動車道の大東までの開通、ハウステンボスの誘致などを果たしたが、九州新幹線西九州ルートの廃棄経由から、嬉野温泉経由への経路変更問題で、政治姿勢を追及され、1992年12月の定例市議会で異例の市長に猛省を求める決議が可決されるに至った。また、1994年には極端な少雨から全市域において時間給水制限を9月から退任直前の翌年4月までの長期にわたり実施せざるを得なくなるという事態にもあった。1994年10月29日には妻、テル子が逝去し、上記の断水と問責決議などを理由に、同年12月に引退を表明して、翌1995年4月の市長選には出馬せず退任。同年11月3日に、勲三等瑞宝章を受章。1998年から翌年にかけて、長崎県教育委員長を務めた。2012年2月3日、胃がんのため死去。88歳没。ありがとうございます。